はい、おはようございます。今日はこれからユーザー車検を受けに行きたいと思います。向かいながら3つほどユーザー車検についてお話ししようかなと思います。まず1つ目なんですけど、そもそもユーザー車検とは何でしょうっていうことなんですけど、車検っていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、そもそも車検っていうのがですね、国が義務として定めている2年おきに行わなければならない検査のこと言うんですね。でバイクの場合だと 249cc 以上のバイクが対象になるんですね。250とか2半とかよく言われるバイクのことを言います。でよく車なんかでも買ったお店から2年おきにもうすぐ車検の時期なんで、当店で車検受けたまわりますよなんて電話とか手紙が来ると思うんですけど、もしあの車検を受けない状態でですね、道路を走っちゃって、警察に捕まった場合どうなるかっていうとですね、まず違反点数が6点で30日以下の免許停止を食らっちゃうんですね。それから 3ヶ月から6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金。30万円ですよ。その30万円で 250cc 以下のバイクが買えますよ、普通に。というのが車検なんですけど、僕がこれから向かうユーザー車検っていうのがですね、自分が直接車やバイクを車検場に持ち込んで、で検査を受けるものになるんですよ。お店に持ち込むより 3,4 万円安くなるんですよ。でバイク屋さんに車検をお願いするとですね、まず5万円からスタートっていうところが多いんですよ。なのでそこから部品、交換部品とかが出てきて、追加の修理代がかかったりすると、まあ5万円以上はかかってしまうんですね。ユーザー車検ですと、その車検の検査を受けるだけでしたら2万円で済みます。で僕は地元が埼玉なんで、これから埼玉運輸支局というところに向かうんですけども、それから2つ目、安いと言われているユーザー車検の、メリットとデメリットをお話ししようと思います。まずメリットはやっぱり安いってことですね。やっぱり、はい、先ほど申し上げたように安いんです、とにかく。それから半日で終わるっていうことですね。お店に頼むとどうしても一旦お店に入庫してから、交換部品があるかないかのチェック、点検などを行わなきゃならないんで、そちらで時間がかかってしまいます。でまた車検場にそのお店の人が持ち込んで検査を受けるので、早くても2日3日かかってしまうんですね。なので自分でユーザー車検に持ち込めば半日で終わるんで、だいぶ時間が早いです。でデメリットなんですけど、平日しかやってない、ほとんどの運輸支局が土日がお休みなので、こちらがまあ平日に休みを取っていくしかないんですね。それからお店に任せてないので全部自己責任になっちゃいます。車検を通した後に、例えば整備不良なんかで事故を起こした場合ですと、自分で行った整備なのでお店の補助とかがないので全部自己責任になります。なのでちょっと整備の知識がない人だと、難しいかもしれないです。それでは3つ目、ユーザー車検で必要なものを6個、言っていきたいと思います。まず車検証、これがないとダメですね。もう出国審査でパスポートがないっていうようなもんですよね、これでは。それから納税証明書、毎年払ってる税金の証明書になります。毎年自動車税っていうのが来ると思うんですけど、そちらの納税書の証明書が必要になります。それから自賠責保険の、証明書、これも公道を走るんだったらもう強制保険なので必ず入ってると思います。そちらの証書も必要になります。それから新しい自賠責保険の証明書、こちらも必要になるんですね。で僕が向かう埼玉運輸支局では自賠責の販売も行ってるっていうことなので、そちらで購入しようと思うんですけど、場所によってはもしかしたら自賠責の販売を行ってない運輸支局もあると思うんで、そこはちょっと事前に調べて、自賠責を用意して向かう必要があるかと思います。それから継続検査の申請書、こちらは運輸支局で書くものなので、現地に着いてから、そちらの証書をもらって記入するものになります。そして最後が、定期点検記録簿、定期点検記録簿っていうのがですね、これが1年に1回車検とは別に、整備をしましょうという、そうですね、予防検査みたいなものなんですね。でこちらの定期点検記録簿っていうのがちょっとグレーゾーンなんですね。車検場によってはですね、後整備といいまして、車検が終わった後に後で整備しますって言えばですね、そのまま車検が通れるんですね。ところがですね、これが最近通用しない運輸支局が増えてきてるらしいので、一応準備していくことをお勧めしたいと思います。でインターネットなんかでダウンロードして印刷できますんで、それで検査の1週間前に、ちゃんとチェックして整備を行って、印刷した定期点検記録簿に記入してそちらを持っていけば大丈夫かと思います。はい、こんな感じですね。
じゃあこれからちょっとユーザー車検に行ってきたいと思います。あ、着きました。着きました。ここなんですけど、ちょっとライトの調整だけ、どっかのお店でお願いしちゃおうかなと思います。あ、こんにちは。テスターってお願いできます？はい、緑の通信だって言うと合格なんですけど、はい、今アージェリングだとちょっと足りないんです。ああ、はいはい、160以上欲しいです。だからちょっと上げてください。ハンドルはこう姿勢をあんまり削るガンかけちゃっても上がっちゃったり、はい、今みたいに、まあ、全体でこうやってみます。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ書類審査終わったんで、これから検査を受けていきたいと思います。めっちゃいますね。あ、お願いします。はい、はい、アルドも動いてます。はい、メーターが40キロになったところで、これをフードスイッチを離してください。はい、前にチェックでマスクが入って40キロでフードスイッチを離してください。ブレーキを踏まずにそのままお待ちください。ブレーキをかけずにそのままお待ちください。前と後ろ一緒にかけてください。はい、どうぞ。後輪ブレーキを離してください。前後輪のブレーキをかけてください。はい、 OK で前とか前へ進んで記録してください。あ、さっきしてきました。はい、ちょっとなんか挟まった時若干斜めになったんですけど、車体がちょっとずれてないですか。もう一度だけやりますよ。はい、まっすぐ入ってます。はい、最後ボックスで結果が教えてもらえます。あ、はい、出ていただいて、はい、最後総合判定室ボックスに書類出して、はい、確認をしてください。お願いします。
ライトが左向きですね。やばいっすね、落ちましたね。今日もう一回受かんないと、車検受かんないっすね、これ。ちゃんとテスターやったんですけどね。ちょっともう一回行ってきます。よし、再検査っす。もう一回ちょっとテスター屋さんに行って、ちょっと多めに右に振ってもらいました。もうバイクなんでね、もうしょうがないですよね。ハンドルこんな動くんでね、もう。ヘッドライトだけちょっとダメだったんですよね。車体番号を確認いたします。はい。はい、お願いします。よし、無事に検査終わりました。はい。いや、だからちょっとライトの光軸がちょっと左向いてるよって言われて、もう一回テスター屋さん行って調整してもらったんですけど、やっぱ検査の時ね、あれなんですよね、検査ラインでこう前輪を固定されるんですけど、その時に結構左に傾いちゃうんですよ、バイクが。なんでその分だと思うんですけどね。でもう一度検査を受けて、ちょっと やっぱり左に振られちゃうんでね、車体が。ちょっと左足踏ん張ってですね、なるべく中心にというか水平になるように体を戻して、それでまあなんとか合格になったんですけど、あれはバイクというかライン、検査ラインのせいですよね。もうまあバイク自体がね、検査の時は走りながら検査してるわけじゃないんで、どうしてもやっぱりハンドルが動いてるんですよね。なんでそのハンドルの動く分で多分必ずライトはずれると思うんですよ。結局ユーザー車検受けてみての、合計の値段なんですけど、そうですね、全部で 18,220円です。はい。ちなみにテスター台抜いてます、これは。はい。ライトの、テスターですね、それの調整が、二輪ですと1回1080円です。はい。そのライトのテスターも一応調整してから行くっていう方は、そのテスター台合わせて、18,220円足す、1080円なんで、19,300円ですね。はい。はい、まあということで、ユーザー車検が19,300円で受かるっていうことですね。ライトのテスター代を合わせて、どちらも整備しないでも行ける状態で行ったとすると、そうですね、お店が5万円からなので32,000円ぐらい安いですね。いや、ちょっと途切れ途切れの動画なんで参考になったか分かんないんですけど、とりあえずユーザー車検の方が、お店に頼むよりが3万円ちょっと安いっていうことでした。はい。なのでちょっと自分で整備をするっていう方ですと、なかなかお値段が安くなっていいかと思います。これはだいぶおすすめしたいです。はい。すごい煙だな。いや、とりあえず無事に車検受かったんでね、まああと2年は安心して乗れます。はい。じゃあもしユーザー車検に興味のある方、興味を持ってくれた方は行ってみるといいと思います。はい、それじゃあありがとうございました。